これ北九州は上陸、まさか上陸すると思わなかった。今はもう800人以下なんですけど、でまだ石屋さん稼働してるのが一軒、採石してるのが、もうしてるのが、スーパーとかあるんですかね。スーパーっていうか、まあストアみたいな。あ、ストア。はい。一軒、二軒、三軒。おお。まあ、大きい、大きいというか、みんなが行くところは二軒ぐらい。なんかすごい山奥に一軒あるんですけど。あ、そうなんですね。何が見えるみたいな、てかあんまり良くないあれですかね。カップルで行くような感じですか。そうそう、いや、わかんないですけど。こっちの方が気になりますね。学校でもあったんですかね。あ、何、学校でもあったんですか。千鳥の大吾の家とかこの辺なんですか。いや、まだ向こうで、あ、もうちょうど島の反対側、距離あるんですね。意外と遠いです。地味に島広いんで。
石切り場。石切り場ではないです。ここは加工場みたいなところで安くもらったんです。4社が競って石を持ってました、はい。で今までは山をずっと削ってたんですけど、郊外なので下の方がいい石が出てきて、どん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 下に行って、ここで 20m ぐらい水深で、これこれか、うん、20m で、この水は雨水。今度はこの夜なんですけど、海より深い。さっきは水深が 10m、15m ですが、全部やばっ、色が多分エビが見えるかな。おっ、これめっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗ですね。で、ここにステージ浮かべてカフェとかしたいなと思ってたんですけど、いろいろ
おじさん、大吾のお父さんです。え？千鳥大吾のお父さん。千鳥大吾がアメトークか何かで、なんかロケした時にこういう絵が出たんです。で、そのまま使うのがダメだしで、じゃあ同じ写真を撮ろうって言ってモデルになったのがお父さんです。でお父さんはもう全然、採石場に勤めたことはないらしい。ないあの加工場の方で、仕事されてるみたいで、今本当にあの大悟のファンが島に来ても結構あの観光名所を、ね、連れて歩いたり、なんかすごく熱心にしてくれてますよね。
この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。